皆さんこんばんは、クリスタルです。さて今日は昨日に引き続き、米国株ズバリ、どれがおすすめというのをやっていきたいと思います。昨日皆さん衝撃を受けられて、えー、そんなちょっとのお金で買えるのということで驚かれた方もたくさんいらしたみたいなんですけれども、多くの人が米国株を最近買っている5つの理由というのがあるんですね。それを今日はお話しして、そして私がおすすめするというか、まあ人気ランキングですね。 これなんで人気のがいいのかっていうことも今日お話ししたいと思います。そういうあの具体的なことをどんどんお話ししていくんですけれども、一応お断りしておかなくちゃいけないのは、あくまでも投資は自己責任ですので、えー、皆さん最後はご自分の判断で買ってくださいね。 このところずっと米国株に投資している人が急激に増えているんですけれども、どうして日本株じゃないのかというと、やはり配当金が年4回も出るということと、非常な高配当だということなんですね。それからずっと上がり続けているということが、 日本の株との違いで悔しいんですけれども、それは認めないといけませんね。約11から13倍に上がっています。それからに、米国株は日本株と違ってドルで価値が表されているので、米国株の価値は株価だけではなく、為替の動きによっても変化します。つまり、株価が上がっても為替も円安になればダブル効果なんですね。円安になると、 いいんです。それでですね、アメリカの企業は株主への利益還元として配当金をとても重視しています。日本の企業は株主優待でも人気ですけれども、アメリカでは現金重視、数字重視のシビアな株主が多いため、企業もできるだけ配当を増やそうとする傾向が高いんですね。 ご覧のように4から5%以上の会社が800社、6から7%以上500社、8%以上の会社が150社もあります。 それだけではなくて、50年以上増配を続けている優良企業もあるんです。増配って、要するに配当をどんどん増やしていくってことですね。こういう理由から、配当利回りで稼ぎたいなっていう人にとって、米国株は高配当である上に、さらに増配当の銘柄がとても多くて人気となっているんです。まあ、いいとこずくめみたいなんですけど、なんといっても小さいお金で買えるっていうところが魅力ですね。今回お勧すすめするのはその点です。 取引ができる日本の場合数十万円から何百万円でも米国の場合は最低何千円何万円この辺でできるんですねまあ1株200円とか500円お投資しなさいとは言いませんだってそういうのの0.2%とかとんでもないじゃないですかそんな時間の無駄ですよねでもあのね楽天証券で私が知る限りではなんかのそのポイントで株を買うことができるんですね。 楽天ポイントで株が楽天証券で買えるっていうのこれ面白いと思いませんかあのね賛否両論ですえこれすごくいいのでぜひやってみたらっていう人とそのあの時間の無駄だっていう人がいるんですけれども私はね何でもやってみたらいいと思います何にもやらないのが一番時間の無駄ですよねそう思いませんそれで怖いな怖いなと思ってる人はこういうことから始めてみたらいいと思うんですよさてストップ高とストップ安については昨日説明したんですけれども日本には この制度がありますどんどん高くなるとおおもうこの辺でやめとけ火傷するって言うんで止めちゃうんですねストップ安もそうですどんどん下がるとやっぱり止めちゃうんですそれがアメリカの株にはありません上がったらどんどんそのままのし、どんどん上がれっていう感じ下がればどんどん下がれっていう感じですねま一部を除いて止めに入るところもあるんですよ昨日お話ししましたねでもとにかく こうやって介入してくるっていうのはなんかお子様の国っていう感じですよね。それで介入されたから必ずしもいいかっていうとそうでもないんですね。どうしてかっていうとそれでもう買えなくなっちゃったりとかそれでもう売り越しができないとかいろんな弊害があるんですよ。まあそういうことで米国株はすごい有名な株でもほとんどが数万円で買えちゃうんですね。 ですからそこのところが夢があるっていうところなんです。諦めなくて済む。だって何も買わないかもしれないじゃないですか。日本の株だったら。でも米国株だったら、一つ二つ持ってみようかなっていう、そういう楽しみができるんじゃないんです。で、それでですね、えー、私がおすすめするのは、うーん、いや、私というかね、人気ランキングですね。え、テスラがどんなに7万円で買えても、やっぱり怖い。テスラってなんだか上げ下げがすごいし、それにあの、創業者信用できないって。 言う人いるかもしれません、まあ私もその辺は同感してるところがあるんですけれどもそれでですねあのコカ・コーラなんていうのはすごくいいんですよどうしてかっていうとあれただに水をこう色つけてほら原価なんか知れたもんじゃないですああいうものって絶対に、ね。 倒産しないんじゃないのかなっていう気しませんコカ・コーラとかケイログですね。あのコーンフレーク。あれやめる人、んまあそういないと思うんですよ。ですからどの辺で安全を取るかっていうと、それはですね、もう長年ある50年続いてるとか30年続いてるとか、もうそういう会社はいいんじゃないのかなって。で、そういうのはやっぱり米国に多いんですね。で、それで私がね、あの上から3、3件ぐらい。 あの、言ってみます。この最後に出てくるんですけど、まあ、ここまではいきなり言っちゃうと何なのかなってなるので、ここまで説明してきました。これから具体的な数字を言うんですけれども、実はもう最初から絵を流しちゃってます。これがおすすめでした。でも、あの、いわゆるガーファ m と言われるあれらは、えー、そんなに、そんなにですね、あの、配当が なかったりなんかするんですね。というのは自分の企業をもうどんどん成長させるところにお金を使っているので、えー、配当がないとかそういうことがあるんです。ですから、まあ、従来からあるその古い会社ですね。それからその製造してない。だからいろいろなことにお金がかからない。ただ水に火をつけたみたいなのとか、そんなのがね、すごくいいと思うんですよ。安全という点ではね。そしてその辺で慣れて、えー、あなたのポートフォリオに米国株を 少しだけ、ほんの少しだけプラスする。あるいは本当はもう全然買えないんだけど、このぐらいのお金ならいいやっていうのをやってみる。それでよかったら次の段階に行くんですね。今回はこうやっていろいろなことを総科的にお話ししています。ある証券会社がそこの人気第10位まで 上げてきました。それはざっと言いますね。私はこれ進めてないので。1位がアップルで12,825円で買えます。コカ・コーラ5,318円。テスラ72,315円。AT&T3,035 円。ジョンソンジョンソン17,253円。ファイザー、えー、3,585円。パランティアテクノロジーズ2,540円。 ダイヤル、グローワーズ。これ145円。エクソンモビル5911円。プロダクトギャンブル。13417円です。うわぁ、なんなのクリスタル。そんな数字ごちゃごちゃ。ただ口でベラベラ言ったって取れないじゃないの。頭ちょんじゃうわよ。と思うかもしれませんけれども、これいいんです。私が絶対に失敗しないだろうなと思うのは2つか3つだけなので。 ほらね、今日のお題を思い出してみてください。圧倒の二名柄って書いてあるじゃないですか。だからまあ、三つになってもいいんですけれども、これしかいらないんですね。でも、ずらずらずらとちょっと言ってみました。 それでですね、こうした有料企業がギュッと詰まった投資信託みたいなのがあるんです。これも、米国でやっているのを日本で買うことができます。私はこれおすすめなんですね。でも今は言いません。また今週中に言っていくんですけれども、ぜひ皆さん、2、3週間お勉強するまで何にも飛びつかないでくださいね。まだ大事なことがたくさんあるんです。兄さんに入りなさいとかいろんなことでしたから、皆さんやらなくちゃいけないことたくさんあるんですね。まず、い,いなやってみるかもしれない なとと思っったら、A、講座をを開くくころをやってくださいそうしたら、それを見ながらだと、触りながらだと、ああ、こういうことなのかって初めてわかるんですね。私、何にもお勧めしてないし、どこの証券会社ともタイアップしておりません。ですが、これはぜひやっていただきたいなと思うんですね。これをやらずして飛びつくのはやめてくださいね。 この点の投資動画もいっぱい出てます。有名な YouTuber さんとかいらっしゃいます。でも、どの方にもバイアスがかかっているっていうことを忘れちゃいけないんですね。ですから、鵜呑みにしちゃダメなんです。もちろん私の言うこともです。買ってみるとしたら一つかなと思うので、二つ挙げておきますね。いやそれは一から十まであるんですけれども、コカ・コーラはなんとギリギリ十番ぐらいです。ですが、皆さんこれよくわかっているっていうことがいいんですね。世界中どこにでもあって24兆円の巨大企業です。増配、 当は57年間連続です。そして3.04%の配当利回り。記念に一つ買ってみようというのでも5000円ちょっとです。52.67ドルですね。10買っても5万円ぐらい。 ということで、これおすすめです。その次、AT&T っていうのはちょっと何のことだかわからないかもしれないんですけど、23兆円の。この会社はアメリカのテキサス州に本社を置く世界最大級の電気通信事業者です。えー、元はアメリカ発明家であるベルさん、ほらベルってご存知でしょあの方によって創業された電話会社です。AT&T とは1885年に発足した通信会社なんですね。これ、第1位です。 何をもってして1位にするかというと各証券会社とかいろいろな人の研究で AT&T というのはいつも出てきます。1番から3番くらいまでにいつも出てきて私が調べた限りでは1番でした。この配当の凄さというのはやっぱり1位の貫禄ですよね。1株3000円ちょっとです。笑っちゃいますね。 さて、いかがでしたでしょうか、なかなか楽しい企画だったと思いませんあの、普通は5個とか3個とか10個とかあげるんですけど、私は2つしかあげませんというのは1つしか買っていただきたくないからなんですね、まだこのあと投資信託のこととかいろいろ言わなくちゃいけません、ですから、今から焦ってすぐ買いに飛びつくのはやめてくださいね、せめて2週間か3週間、私と一緒に勉強してください、今までやらなかったんだから、今日焦ることないでしょということで。 さて、第1回目株に向いている性格かどうか、えー、その辺のところから始めて、株って何株式投資の仕組みについて、短い時間にぎゅっとコンセス丁寧に説明しました。続いて、米国株って何、米国の株式と日本の違いについてお知らせしました。さて、 超入門投資家、クリスタルの100倍返し。この変なネーミングのシリーズなんですけれども、何なのこれってと思うかもしれませんけれども、それがわかるまであなたを私に付き合ってくれないといけませんよ。姉妹シリーズでクリスタルスペインからヨーロッパのニュースをお届けしています。ツイッターではスペインの様子を毎日つぶやいています。よろしかったらご登録ください。グッドボタンも忘れずに私を応援してくださいね。 それではまた明日ごきげんようおやすみなさい。